EV 規制に動いたスイスで、トヨタが爆売れしているようです。ついに、EV 慢性鏡の牙城が崩れてきたようです。今世界では、走行中に二酸化炭素が排出されないということから、ガソリン車及びハイブリッド車から EV への転化が進んでいます。なんといっても、電気だけで走行できるのが最大の特徴となる EV、ヨーロッパなどでは、かなりのユーザーが利用しているようです。日本では、まだ普及率は低いのですが、世界中の自動車メーカーでは、次々と、新型の電気自動車を発売しています。おかげで、日本は、ことあるごとに、時代遅れ、トヨタの時代は終わった、なんて言われてきました。しかし、視聴者の皆さんはご存知かと思いますが、EV を世界中で普及させるには、まだまだ、たくさんの問題が山積みの状態です。世界の自動車メーカーが、見切り発車で、次々と EV の発売をしたことから、車が動かないとか、充電が全く進まないなどといった苦情も続出なのだとか。それに、充電設備などのインフラも、整備が全く追いついていないのも大きな問題であり、この先、さらに、大きな問題が出てくる可能性が高いんですよね。で、ついに EV 推進国だったスイスも、さすがに、この状況を把握したようで、電気自動車を規制する措置に出ることになりました。というわけで、今回は、海外の EV 推進が大失敗に向かっている背景と、海外からの反応について紹介します。それでは行ってみましょう。環境保護に力を入れている自然豊かなスイスでは、電気自動車への切り替えを強く推奨していました。現在のスイスでは、全世帯の約8割が車を保有していて、自動車が交通として欠かせないものとなっています。そのため、同国政府は、税制面での優遇や充電インフラの整備など、様々な政策を打ち出してきました。しかし、今、スイスは、電気自動車の普及において、大きな問題に直面したのです。電気自動車、つまり、EV は、電気モーターのみを原動力とした自動車で、二酸化炭素や窒素酸化物の排出はありません。まさに、スイスの理念に、ぴったりの車と言えます。そして、スイスでは、電気自動車の割合が 10% を超え、だんだんと国民にも普及してきているところでした。これで、環境保護にも大きく貢献できると思っていた矢先、その反動で、電力の需要が急激に高まってきたのです。そのため、電気自動車の普及に伴って、電力不足という大問題に直面することになってしまいました。政府も、最初から予測できそうなことのような気がしますけどね。盲目的に EV を信奉してきたのが良くなかったですね。そのため、せっかく、普及に勢いが突き出した電気自動車の利用に制限を設けるという措置が取られました。それは、電力の使用を4段階に分けて制限していくというもの。その1段階目というのは、建物における暖房の設定温度を下げることや、家庭用洗濯機の水温を40度以下に設定するなどの、比較的軽度な制限となります。それが2段階目になると、家庭用、業務用の冷凍庫の設定温度をマイナス19度以下にしないといったり、ショーウィンドウや看板の照明を消灯するなど、制限の枠が拡大。さらに3段階目になると、電気自動車の利用禁止になります。ただし、買い物や通院などの必要不可欠な理由での利用はこの限りではありません。最後の4段階目では、映画館やスポーツ施設などといった複合施設が閉鎖になるというものです。このように、規制の3段階目において、電気自動車の使用禁止が登場しています。このような厳しい措置はしょうがないとして、本来なら、電気自動車を発売する前に、電力需要の確保が先になるはず。利益優先なのか、あまりに考えが甘すぎます。電気自動車は、環境に配慮された自動車。まあ厳密には違うんですけど、いずれにしても、それには、電力供給の安定化を図ることが優先事項であり、今後も、重要な課題となります。これはスイスだけの問題ではありません。近年、世界的に、電気自動車が急速に普及していますが、世界に共通する問題となることは必然です。そして、
今になって発覚したもう一つの大問題が、電気自動車に使われているリチウムイオンバッテリーが異常に寒さに弱いということです。そのため寒冷地における電気自動車の使用には大きなリスクがつきまとってきます。温度には相当に敏感になるリチウムイオンバッテリー、気温が極端に低くなる寒冷地では充電性能が大きく低下し、放電時に得られる電力が通常よりも激減するのです。こうしたことから低温下では性能が一気に低下し、充電時間は長くなり走行可能距離は短くなってしまいます。それも半端な程度ではありません。さらに低温によってバッテリーの劣化にもつながってしまうのです。寒冷地での使用には不向きであるという事例も世界中で発生しています。その一つはアメリカのシカゴで発生した事件です。2024年1月中旬、アメリカのシカゴに北極寒波と呼ばれる非常に強い寒波が押し寄せました。最低気温が氷点下20度以下になったシカゴでは EV のバッテリー性能も大幅に低下して、多くの電気自動車が動かなくなったのです。そして充電に関しても急速充電ステーションに5時間も並んでも順番が回ってこないとか、いつもなら45分で満充電になるのに2時間経っても充電が終わらないなどなど、強い寒波の中では充電時間が通常の何倍もかかることが判明。特に深刻だったのが氷点下20度以下ではバッテリーが完全に機能を失ってしまい、車が全く動かないという事例でした。もはや地獄ですね。そして最近韓国でも同じような報告がありました。2023年12月、韓国にも強い寒波が到来し、多くの電気自動車が立ち往生したのです。この原因はやはり電気自動車のバッテリー性能が低下したことです。2024年12月1日から22日までの間、韓国大手自動車保険会社4社でなんと1347483件も緊急ロードサービスが出動しています。そしてその半数以上となる813819件が電気自動車の充電要請だったのです。この寒波では韓国北部で気温が氷点下10度を下回り、その影響で公開されていた走行可能距離が最大 50% も減少したといいます。そして電気自動車はガソリン車やハイブリッド車と違って小型バッテリーでの簡単な再始動ができないことも判明。課題だらけですね。通常従来の一般車でバッテリーが上がった場合、他車からケーブルを使って一時的にバッテリーを始動させるジャンピングスタートという方法があります。もしくはそれそのものを交換するという方法も、どちらも簡単な作業で行えるのですが、電気自動車のリチウムイオンバッテリーではそうはいきません。もしバッテリーが切れてしまった場合は、どうにかして充電スポットまで行き充電する以外に助かる方法はないのだとか、メリットよりもデメリットの方が目立ってしまっていますね。もちろん整備工場でバッテリー交換はできます。ガソリン車で油エンジンに当たる部分なので交換するには相当な高額になってしまいます。このように寒冷地で電気自動車を使用する場合、様々なリスクがあることが分かったのです。そのためまさに今更なのですが、電気自動車が様々な環境に対応するためさらなる技術革新が必要となりました。要するに EV 車はまだまだ開発途上だということですね。実際のところ実用化にはまだ早すぎたと言える電気自動車ですが、それでもヨーロッパでは環境にいいからと言って強く電気自動車への乗り換えを進めています。なぜそれほどまでに EV 車を推進するんでしょうか。その本当の理由は決して環境にいいからというものではありませんでした。裏側にはもっと下水事情があったんです。それは世界的自動車メーカーの一つフォルクスワーゲンが起こした事件の払拭、そして日本が誇るトヨタ自動車を欧州から追い出すためだったのです。どういうことか順番に見ていきましょう。2015年、フォルクスワーゲンによる不正事件が発覚。試験時のみ排ガスを制御させたという不正を行ったのです。本来販売できない自動車を販売していたということですね。
実は、この時期、ヨーロッパでは、クリーンディーゼルを一丸となって推奨していました。クリーンディーゼルというのは、従来より排出ガスに含まれている窒素酸化物などを低減した自動車のことです。そのため、当時のヨーロッパの自動車販売は、半分以上が、この車で占めていたほど。しかし、フォルクスワーゲンが起こした不正により、クリーンディーゼルの信頼はガタ落ちになってしまいます。そして、この事件がヨーロッパ中を騒がせている間、ユーザーの人気は日本のトヨタに集中していたのです。不正事件で揺れている中、そのトヨタのハイブリッド車は世界中に広まっていきました。それに焦ったのがヨーロッパの企業です。トヨタから市場を取り戻すため、急遽クリーンディーゼルから電気自動車へと転換することになります。要するに、ヨーロッパが電気自動車を強く推奨する最大の目的は、トヨタ潰しだったのです。その時、ハイブリッドに重点を置いていたトヨタは、EV 市場への進出に関しては出遅れていました。そこで、ドイツがメインとなるヨーロッパでは、まだ、トヨタが比較的開拓できていない電気自動車という分野に目をつけたというわけです。しかし、トヨタでは、すでに揺るぎない信頼と地位を築いたハイブリッド車に続いて、電気自動車への戦略もしっかりと立てていたそうです。つまり、ヨーロッパがどれだけ電気自動車を推進していても、トヨタは決して潰されることはないのです。それでも、トヨタを脅威に思うヨーロッパでは、エンジン搭載車の販売を2035年には全面的に禁止する方針を決めました。これにより脱炭素を目指すという名目で、まず自動車の脱ガソリンを義務付けたのです。とはいえ、その方針には問題が山積みでした。それは、とにかく莫大な資金が必要となることと、リチウムイオンバッテリーに代わる電池の開発ができていないということでした。ガソリン車の製造工場を EV 用に転換したり、電気自動車のための電力確保など、挙げればキリがありません。そして、ちょうどこの頃、ヨーロッパの中央銀行が、インフレ対策のために金利上昇に踏み切りました。当然、カーローンの金利も上がるので、車を購入する際に、消費者の負担が大きくなります。このような様々な要因から、ヨーロッパの EV への切り替えは停滞することになります。電気自動車のリスクが知れ渡ったこともあってか、最近のヨーロッパでは、電気自動車の購入が予想以上に伸びなくなっています。その背景として、世界的な物価の上昇があり、充電インフラの整備不足、補助金の縮小、電力不足による使用規制などがあります。そのために、今では、電気自動車よりも価格が低く、燃費が良いハイブリッド車や、プラグインハイブリッド車などに注目が集まっているのです。これまで紹介したスイスをはじめとする、ヨーロッパの対応や、トヨタ自動車に対して、世界中から、様々な反応が寄せられています。スイスの電気自動車を規制する措置は、電力不足という最大の問題を考えると必要な措置ではあると思う。でも、その規制がトヨタのハイブリッド車の購入をより高めるものになるとは大変面白い効果ですね。アメリカやヨーロッパの電気自動車ユーザーの多くは、次の車は来年機関車に戻すと話している。そんな中で、どうやって来年期間の販売を廃止できるのだろうか。今のままでは絶対に不可能だろうな。リチウムイオンバッテリーが寒さに弱いことは初めから分かっていたことでしょう。それなのに電気自動車を強く進めるヨーロッパの政治家たちは考えが甘いのではないだろうか。トヨタ自動車の社長だけが電気自動車における重大な問題点を理解し軽減していたのに、電気の使用量が増えればそれを補うだけの電力をどこから調達しようと考えているのだろうか。欧州の電気自動車の推進政策にトヨタ潰しの目的があったことに大変驚愕している。自動車業界の競争は私たちの想像以上に厳しい戦いがあるのですね。世界から電気自動車が普及することで生じる問題へのコメントがたくさんありました。当時、トヨタの社長が言ったように、電力不足についてもっと真剣に取り組んでいれば、スイスの規制は起こることはなかったことでしょう。
地球温暖化問題から二酸化炭素削減という名目で EV が登場した形になっています。それなのに世界各地に寒波が襲来して EV の弱点が露呈したというのは何とも皮肉なものです。近年電気自動車である EV の需要が急速に拡大しているのはご存知ですよね。 EV が登場して発売が始まったのが1891年で、2000年代には世界で認知され現在の普及に至っています。わずか10年そこそこで開発されたばかりの EV が世界の常識となってしまいました。この速さにはいくつか要因が考えられます。そのうちの一つが環境に適合しているというもの。アメリカの大手自動車メーカーであるテスラの動きが世界の EV 需要を作り出したと言っても過言ではないでしょう。2008年、テスラは高性能で魅力的な EV を開発し市場に送り出します。それと同時期に環境問題への取り組みが世界中に広がり、世間の意識が一気に高まっていったのです。実はこの2008年より CEO となったのがイーロン・マスク氏。創業期より資金の大半を提供していた人物です。マスク氏が言うには、テスラの目的は太陽光発電によって得られたエネルギーを電気自動車に活用して新しい輸送手段の促進を図るというものでした。マスク氏の CEO 就任とともに、地球温暖化は脱炭素が原因、地球温暖化を食い止める切り札は EV であるという動きが強まっていき、需要が増えていきます。そんな中、ガソリン車から排出される二酸化炭素や窒素酸化物の量が格段に少なくなる EV は大気汚染や温室効果ガスの削減に貢献できるとして、特に中国やヨーロッパ諸国で受け入れられました。さらに多くの国や地域では EV の普及を促進するために政府の補助策や規制なども導入されています。なぜEV の需要と普及はそれほどまでに拡大したのでしょうか。そんな EV には3つの魅力があるのだとか。1つ目は環境への負荷軽減です。二酸化炭素や窒素酸化物の排出量が軽減できるので、都市部となる密集地での大気汚染や気候変動の緩和が進みます。2つ目は音と振動が低減できることです。 EV は内燃エンジンが不要なので、走行時の騒音や振動が少ないのが特徴となります。このため騒音面においてより快適さが実現できるのです。3つ目は低ランニングコストとエネルギー効率の向上です。 EV は電気によって走行するため燃料コストを抑えることができます。ガソリン車に比べて EV 車は燃料代が安価です。そのため給油コストは一般的には削減され、エネルギーのロスが少なく効率がいいという利点もあります。ただ脱炭素ということで化石燃料による発電を拒否し、その上原子力発電も削減していく傾向にあります。現在ただでさえエネルギー不足が叫ばれている中、このまま EV が増え続けたら電気需要を満足できるのでしょうか。かなり不安ですよね。テスラは太陽光発電で賄うなんて当初は言っていたようですが、冬場のヨーロッパでは十分な電力など確保できないはず。結局は行き着くところまで広まった果てに頓挫するなんてことはないのでしょうか。 EV のメリット的な面を説明しましたが、実は EV には多くの課題点が解決されないままなのです。電力常用に関しては長期で触れましたが、充電時間も大きな問題となっています。それは充電設備を増やすことができても充電時間の短縮には限界があるということ。ガソリン車の給油レベルにまで時間を短縮するには超急速充電を行えば可能となります。ですが実は急速充電を続けるとバッテリーの寿命がどんどん短くなっていくのです。また航続距離においてもガソリン並みの延伸は不可能に近いとされています。さらにEV の冬季対策として使われている外気中の熱エネルギーを利用したヒートポンプ式の暖房もなんと気温0度以下になるとうまく機能しなくなるようです。極端に温度が下がるヨーロッパの中部から北部では車の暖房が止まれば乗車している人のせいにも関わってきます。
さらに0度以下では、航続距離も大幅にダウンするとされ、目的地に着くまでにガス欠状態になることも予想されますよね。そうなれば、もう暖房なんて使用できませんので、結局は、まだ寒い地域での使用は難しいのでは、と思ってしまいます。それでも、政府の支援策や技術の進歩により、徐々に、それらの問題点も克服されていくと見られているそうです。しかし、何かあってからでは遅いような気もするのですが、様々な利点や成長の方が強調されていることもあり、EV 市場は今後も成長するという見方が強く、各国政府も推進に力を入れています。その中で、最も精力的に EV 政策を推進しているのがノルウェーです。ノルウェーでは、新車販売台数の8割が EV で占められているのだとか。まさに、EV 先進国や EV 天国と言われるゆえんですね。そして、2025年までには、ガソリン車などの新車販売を終了するとも発表されているようで、環境に配慮した国として世界から称賛されているようです。しかし、最近になって、これまでの常識を覆すような事実が判明。それは、EV 化を進めるほどに環境汚染が進行していくということでした。ノルウェーは、地球環境保護を目的として、この政策を推進してきた国。EV のせいで環境を悪化させるとなると、話が変わってきてしまいます。その悪化している環境汚染というのは、大気中のことで、汚染の原因はタイヤの粉塵なんだとか。車が走行すると、舗装路面とタイヤが摩擦し、粉塵が発生し、微細な粒子が放出されるのです。これらの微細粒子は空中に漂い、水路にも流れ込んで、人々の健康や野生動物に影響を及ぼしているのだとか。しかし、これは、すべての車に共通することだと言えます。しかし、EV の場合、大容量のリチウムイオン電池の搭載によって、車両重量がガソリン車より重いのです。車種によって多少差はありますが、EV 車両重量は、ガソリン車の約 1.2 倍前後重くなっています。ここで発生する動摩擦。つまり、動いている時に発生するこの力は、単純計算で、力が 1.2 倍弱になるため、摩耗速度も相応に速まると考えられます。この事実、ノルウェーの人たちは知ってるのでしょうか？こうした EV の特徴から、タイヤの摩耗が増えていき、さらには新しい EV モデルではより重くなるため、新しいモデルほど多くの微粒を発生させることになります。天然ゴム、人工ゴム、石油、ナイロン、スチールなど様々な成分で作られているタイヤは、肉眼では見えない微小な物質を常に放出しているのでした。このような理由で各国で走る EV は、タイヤから発生する大気汚染の問題を抱えていることになります。今後、この問題がますます深刻化することが懸念されています。イギリスのインペリアルカレッジロンドン、略称 ICL の研究で、タイヤによる汚染の累積量は、世界中で年間600万トンにもなる。と発表されているようです。自動車やトラックが、急加速や急ブレーキをするたびに、高確率で、タイヤから 2.5 から 40mm 台の微小な破片が削れ落ちます。それらの破片は、雨や風により拡散し、最終的には、土壌に入り込んだり、高速道路からの流出水に混じって、川や海に流れ込んだりします。大きい破片なら、化学物質が環境に溶け出す可能性も高く、微小な塵になると空気中に浮遊し、肺に吸い込まれることも。これらのことから、ノルウェーの大気汚染問題は、EV が大きな原因だということが明らかになりました。環境汚染に関しては、いろいろな要因があるでしょうが、EV をとにかく売りたい自動車メーカーが、ノルウェー政府を都合よく利用したとも言えますよね。いつの世もどこの世界も、利権にまみれた亡者が、自分の欲得のみで、周囲のものを利用する構図は、なくなることはないのでしょうか。ただ、タイヤによる汚染問題は明らかにされましたが、健康や環境への影響に関しては、まだほとんど知られていません。タイヤの粉塵について研究するインペリアルカレッジロンドンのステファニー・ライト博士は、タイヤの摩耗が問題なのは、タイヤ自体が様々な化学物質によってできているからであり、
これらの化学物質は環境に放出される可能性が高い。さらに一部は極めて毒性が強いと言います。この環境問題について人々の健康を守るためにもより広めていかなければなりませんね。タイヤからの粉塵は環境だけでなく人体にも悪影響を与えることは間違いないようです。さて、世界中が EV 推進を進めていた中で、日本の場合、他の国々のように前向きにはなっていませんでした。日本の自動車企業の代表格であるトヨタでは、EV よりもハイブリッド車を多く生産し続けています。そのトヨタを批判する国や地域もあったようですが、ノルウェーの現状を見れば、EV 化を過度に進めるべきではなかったと言えるでしょう。今になれば、トヨタの方針は正しかったと言えますね。EV が本当に環境そして人々の生活と健康に見合ったものになるのにはまだまだ時間がかかりそうです。それでもそれが叶えられた時には地球を救う必要不可欠な生活アイテムになることでしょう。この EV に関わる記事を見て様々な反応が寄せられています。その一部を抜粋してご紹介いたします。車に限らず、すべてのものが製造から廃棄に至るまでの中ででき得る限り環境汚染を引き起こさないことが大事ですね。ノルウェーには徹底的に EV 推しを続けてほしい。 EV 一徹の弊害を分からせるために壮大な実験場になる。 EV の普及が今後も伸び続けるというのはもはや過去の盲信に過ぎないというべきです。欧米でも中国でも見込み違いだったという認識は急速に広がっているはずです。皆さんはすでに EV がもたらす弊害を理解されているようですね。そして EV 化に盲信してきた EU もついに間違いを認め、トヨタに白旗を挙げるようです。近年 EU では大きく EV シフトに偏り、2035年以降には販売される新車はガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車、外部給電可能なプラグインハイブリッド車のすべてが禁止される予定になっています。これによって、CO2 を全く排出しない世界を目指し、ゼロエミッション車のみの販売とするという法案が可決する寸前でしたが、素晴らしいことに、この法案が覆ってしまいました。ゼロエミッション車として認められているものとしては、BEV と呼ばれる純粋な電気自動車の EV と、トヨタが開発する、水素燃料電池自動車の FCV になります。実際にすでに欧州議会では2023年に法案の可決ができていて、あとは3月7日の EU 理事会において法案が承認されるだけになっていました。しかしここで大きな動きが起こったのです。 EU 理事会が開催される寸前、ドイツは条件が認められない限り理事会の承認に賛同しないと表明しました。その条件というのが、ドイツが開発した e-fuel と呼ばれる合成燃料を使った内燃機関車の新車販売を容認しろ、というものです。そして、それに続いて、イタリア、ポーランド、ブルガリアもドイツに同調します。これが原因となって、EU 理事会の承認は無期限の延期となってしまいました。さらに、そうこうしている間に、ルーマニア、ハンガリー、チェコスロバキア、オーストリアまでもが反対を表明します。そして、EV シフトを2040年まで延期するといった案なども出てきているようです。そんな各国が動き出している3月25日のこと、なんと、EU が、ドイツと e-fuel を用いた内燃機関車を容認したのです。この合意は、衝撃のニュースとして、あっという間に世界に広がりました。このニュースは、ただ単に EU がドイツを容認したというだけではありません。EV シフトによって発生する問題に加えて、トヨタの水素エンジン自動車も EU で販売できるようになるかもしれないという可能性が非常に高くなったといいます。ここで新たな時流が顔を持ち上げてきたことを踏まえて、EU における自動車販売が今後どうなるか予測をしてみましょう。ところで、この度ドイツが提案する e-fuel とは一体どんなものなのでしょうか。簡単におさらいしましょう。
e フュエルはガソリンと異なり、環境に優しい燃料とされています。この合成燃料は、製造していくプロセスにおいて、太陽光、風力、水力などの再生可能エネルギーを使用します。とは言っても、走行時において CO2 は排出されるんですけどね。そうなると、e フュエルは、一般のガソリンと変わらないように思われますよね。しかし、この燃料の肝は、製造時に空気中に漂う CO2 や、産業プロセスで排出される CO2 を回収できるということ。そして、燃料の原料として利用するために、炭素が循環される仕組みになっているのです。燃料の燃焼によって排出される CO2 も、トータルで見れば十分抑制できていると言えるでしょう。以上の理由から、これはゼロエミッション車と言ってもいいのではないか、という話なんですね。しかも、EV とは異なっていて、既存インフラとの互換性がいいために、大規模なインフラ投資や技術開発を極端に抑えることができるというのも、大きなメリットとなっています。効率的であり、環境に優しいエネルギー転換を実現させることができるわけです。しかし、そんな素晴らしい e フュエルも、現時点では、まだ安全な仕組みとは言えません。また、e フュエルを普及させていく上での課題として、製造コストの高さも挙げられています。この合成燃料、経済産業省では、1リッターあたり300円から700円と試算しているようです。しかし、将来的には、合成燃料の原料となるグリーン水素が、1立方メートルあたり20円ほどになったところで、約200円くらいになるものと試算しているようです。そんな金額的な課題を抱えた状態の e フュエルですが、なぜ、ドイツやイタリアなどでは、毎年機関車を残すことを主張しているのでしょうか。これについては、実のところは e フュエルそのものというよりも、雇用に問題があったようです。日本と同様に、ドイツやイタリアも、優れた内燃機関車を誇る自動車メーカーを持つ国です。ドイツには、フォルクスワーゲン、BMW、ベンツ、アウディ、ポルシェなどといった名門メーカーがあり、さらに、イタリアにも、アルファロメオ、フィアットなどといった自動車メーカーがあります。しかし、フェラーリなどの生産台数が、年間1万台に届かない高級車メーカーは、今回の EV シフトの例外とされています。少しではありますが、猶予も与えられ、こうした国々では、内燃機関車が、国の産業として、大きな比重となっていて、多くの雇用者を抱えているのです。2021年12月6日、欧州自動車部品工業会において、EV シフトが実施された際の、雇用に与える影響に関する調査結果が発表されました。その調査によりますと、内燃機関の技術が、2035年までに段階的に廃止されていった場合、製造に関わる50万人の雇用が失われるそうです。このうちの 70% となる約36万人の人たちが、2030年から2035年の5年間で仕事を失う可能性が高くなります。さらに範囲を広げて、EU 域内でのバッテリー生産を含めると、EV シフトで22万6千人の新規雇用が生まれるのですが、自動車部品産業界全体の雇用としては、2040年までの間に27万5千人の人たちが失業するのです。これを割合にすると 43% 減となります。そうなると、国の経済も傾きかねません。ちなみに、これが日本なら、100万人の雇用が失われることになります。その被害を考えると、どれだけ深刻なことかがわかりますね。ちなみに、EV シフトを強く推進するフランスにおいても、自動車業界は EV シフトに強く反対しているといいます。ドイツのフォルクスワーゲンの CEO だったヘルベルト・ディースは EV シフトの推進論者でしたが、内燃機関の雇用喪失を懸念する声が湧き上がったために、更迭されてしまいました。その後、2022年9月には、ポルシェにおいて e フュエルを推進していたオリバー・ブルーメ氏が CEO に就任。ドイツ政府と連携して e フュエルを用いた内燃機関を EU に認めてもらうように訴えかけていました。このように、温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味するカーボンニュートラルを達成するためには、国の経済と国民の生活を壊さないよう、バランスを取りながら進めていく必要があります。ただ、EV シフトのみにこだわっていては、
国を壊してしまうことになってしまうんですね。このような経緯を見ながら、トヨタ自動車も水素エンジン自動車と e-fuel の研究開発に動いていました。何はともあれ、EU が実行しようとしていた極端すぎる EV シフトに e-fuel のみとはいえ内燃機関が残るということは超朗報だと言えるでしょう。とりあえず内燃機関が保留できたということは、日本が誇る最強のハイブリッドシステムにおいても限定的ではありますが、残すことができますね。とはいえ、このようなルール変更や撤回は今後も2035年が近づいてくるにつれて再度火がつくことも考えられます。フランスの経済財務省は2035年の EV シフトに合意した2022年6月、充電設備をできる限りの国産化に努め、自動車製造とその下請けを支援すると述べました。しかし自動車業界は具体的な支援策が提案されないし、口だけの言い訳だと強い批判をしています。同時期となる2022年6月、フランスの自動車産業労組代表はテレビ番組において、 EV 車が購入できる消費者は多くないと言い、 EV 車の価格は内燃機関車の2倍にもなると指摘していました。 EV を推進するフランスですら、国内では大きな不満が溜まっているのです。さらに電力不足が不安視される中で、充電インフラの整備もかなり遅れている始末。実際ヨーロッパ、中国、アメリカのカリフォルニア州などといった EV シフトを推進する地域では様々な問題が発生しているんです。2035年を目標とする EV シフトは現実的には無理な話だと言えるでしょう。それゆえに2040年に延期すべきという意見が EU 内の大勢を占めてきています。2040年でも厳しそうですけどね。そしてさらに次なる予測として、トヨタが開発している水素エンジン自動車に注目が集まり、これも EU 内で認められる可能性が高まっているようです。というのも、現在水素エンジンの開発は日本のトヨタだけでなく、フォルクスワーゲンや BMW も同様の開発を進めているんです。これを見てもトヨタの信念は正しかったと言えるでしょう。そして EU 内では最も強い発言権を持つドイツ、実際にEU 理事会に e-fuel を認めさせましたし、今では水素エンジン自動車の開発にも乗り出しているといいます。さらにトヨタに負けじと、ドイツのダイムラーボッシュ、ヨーロッパの技術戦略に影響力がある大手エンジニアリング会社のオーストリア AVL、 ドイツ FEV、 IAV なども水素エンジンの開発に力を注いでいるそうです。 IAV ではEV、ディーゼルエンジン、水素エンジン、FCV の4種類のエンジンで発生した回転エネルギーをいかに効率よく駆動輪に伝えられるかを研究、比較したそうです。それによると、水素エンジンが脱炭素に向けた有力な選択肢になると判明したといいます。その理由は、製造から廃棄までを検討したところ、EV より水素エンジンの方が CO2 排出量が低くなる可能性が高くなっていたからだと指摘しています。これはトヨタ大勝利ですね。さて、EV シフトを断念したというニュースに、ネットユーザーから多くのコメントが寄せられています。ここで、その一部をご紹介します。これからの時代、車のエンジン機関の多様性が叫ばれているように、燃料自体の多様性も積極的に認知していければ良いな。トヨタが水素に関する特許を一般使用できるようにしたのも大きい。これによって水素に二の足を踏んでいたメーカーが開発しやすくなった。トヨタが雇用問題を指摘した後で法案をストップさせたけど、 EU が EV シフトによって失われる雇用をどうするつもりだったのかが気になる。この流れを考えると、あまり深く考えていなかったのか、それとも安易に受け止めていたのかな。今のところ e-fuel に限定してますが、 e-fuel の実用化のめどが立たなかったら内燃機関車販売停止期限を後ろ倒しにするんだろうな。 EU は日本車潰しで EV に舵を切ったが、雲行きが怪しくなってきました。下手をすれば EU は墓穴を掘って自国の車産業が衰退し、日本車一強の可能性も出てきている。ハイブリッド車も OK になって、EV シフトへの期限も撤廃されて、トヨタ大勝利になるだろうね。ほーら、やっぱり従来の方針を都合が悪くなると変えてきましたね。
だったら、e フュエルのハイブリッド車やプラグインハイブリッド車も OK を出さないと矛盾してますよね。純粋な e フュエル ICE が OK で、e フュエルハイブリッド車とプラグインハイブリッド車は NG とかナンセンスですよ。無論、e フュエル生成過程でも、ある程度の温室効果ガスが出るとは思いますが、そこは EU さんはどう説明するのでしょうかね。ということは、フェラーリやランボルギーニやベントレーとか、生産台数制限で OK を出すのでしょうかね。全くこれだから EU は信じられないのです。ということは、炭素税はどうなるのでしょうか。他にイチャモンつけて炭素税だけは搾取するのでしょうね。インフラなんか多様な形態であった方が、情勢の変化に強いというのもわかりそうなことなのにね。それに、来年期間は災害にも強いしな。ガソリンは持っていけるが、電気は簡単に持っていけない。いかがでしたか？一時は、世界中でガソリン車を廃止して EV にシフトチェンジしていく風潮になっていましたが、様々なリスクが露呈してきました。そして、ついに、ドイツが、EV 推進の見直しをすることになり、それについていくように EU も動き出したのです。一時はトヨタを排除しようとしたヨーロッパでしたが、この新たな動きは逆にトヨタにとってもかなりの追い風になるのではと思います。 EV シフトの見直しから水素エンジン車の容認に移行する流れは、今後のルール変更で加速していくのは間違いのないところでしょう。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見ていただき、ありがとうございました。